はい、どうも、スタイル YM です。お願いします。どうも、今回はいつもの3人に加え2人に来てもらってるんですけど、今回は、今月末に一応予定をしている、また日にちとかは発表するんですけど、5月末に予定しているオンラインバトルを僕たち開くことにしました。で、まずじゃあ、そのオンラインバトルの趣旨について、まさなりから説明してください。はい、ターゲットはまず高校生です。なんで、これ見てもらった高校生の皆さんはこぞってエントリーしてください。で、趣旨、内容に関して、今日は磯田く山も入ってもらってるんですけど、僕と磯田くと山でジャッジをします。で、オンラインっていうところでのバトルのあり方であったりとか、現場の作り方みたいなのを今、エイムプロジェクトとして僕たちが今、研究したりとか考えたりしてて。で、その一環で高校生に向けて、ハイスクールリングっていうバトルを企画しました。で、今三重県で、オールジャンルの高校生のバトルが多分ないと思うんですけど、あるかもしれへんけど、新しい形で、通年で1年とか長い、期間をかけてやれるバトルを今企画してます。はい、でそれをオンラインで、やるっていう風ですね。じゃあ、今回のバトルに関して、じゃあまず磯田君からコメントをください。はい、今回ジャッジさせていただきます磯田です。はい、今回、このエイムに呼ばれて参加させていただいてよかったなと思いますし、このゲン、あのゲン君は違うんですけど、レンとマサナリとヤマとは高校時代から一緒にやってきて、高校時代のこともなんかいろいろ共有してきたんで、その時代の子たちというか、その時代、高校の時に踊ってた感じを僕も知ってるので、そういうのを今の高校の子たちのダンスが見れれば本当にいいなと思うので、そういうのを見ていきたいと思いますし、高校生にしかできないような踊りを見せていただけたらなと思っております。ありがとうございます。コメントやん。めっちゃいいコメント。めっちゃいいコメントでした。だから、ちょっと山、次コメントを頼みます。そういうこと言うとできないです。すみません。山です。よろしくお願いします。やっぱこんな時期やからこそ、こういう場で、オンライン上でっていう形になるので、幅っていうか、その表現の仕方っていうのは、もしかしたら制限させてしまうのかもしれないですけど、その自分が一人でいて、そのできる表現っていうのを、もう自分でちょっと考えてみて、で、それを映像にね、残して、で、それを見てもらうっていう形なので、多分難しいとは思うんですけど、なんでしょうね、考えたら多分無限大に多分出てくるとは思うんですよ。一人でこの映像に残して、誰かに見てもらう、ジャッジしてもらうってなったら、いろいろ出てくるとは思うので、それを自分で駆使しながら、いろいろ考えながら、撮ってもらってほしいですね。それを楽しみにしています。頑張ってください。あ、ありがとうございます。す。じじゃあ、ゃあ、最後に、ちゃんとしてた。まさなりから、はい。ジャッジとしてのコメントをいただけますでしょうか。そうですね。とりあえず、磯田君はロッカーで、山はボッパーで、僕が B-boy なんですけど、あんまジャンル関係ないんで、ジャンルレスです。この企画に関しては。で、オールスタイルって言ってるんで、別に、自分は、なんか違うジャンルやってるから、あんま見てもらえへんのちゃうかなとか、そういう話じゃないです。もはやそういう考え方自体も俺は変えたいんで、なんかその結局表現で、その自分の、お父さんとかお母さんとか兄弟とか友達に全然伝わらへんかったら、俺それあんま良くないと思ってるんで、
ダンスがね。だからブレイクダンス知ってるやつが俺のダンスを評価するとかじゃなくて、なんか単純に全然ブレイクダンスやったことない人でもなんか魅了できるっていうのはすごい、なんかダンスが持ってるパワーだと思うから、だからそういう部分でなんか僕らなりの、みんなとの関わり方を考えたいと思っているので、高校生の人はそういうところに関しては全くその、引かずに、エントリーしてください。ジャンルは本当にあんまりそこは関係ないです。 B-boy だから上がりやすいとか、ポップやってるから上がりやすいとかじゃないですって感じなんですけど、ちょっと審査のポイントみたいなのピンポイントで聞きたいんやけど。あ、磯田と山に、うん、いや僕としても、うん、そうそう、今のがざっくり僕の中の今回のバトルに対して思うことやけど、ポイント、ポイント、ポイント、うん、なんかどうだってどんなとこ見るん、思わん、思うやん、出る側やったら、うん、なんやろな、なんか高校生のイメージがなんかみんな一緒にみたいな、この形はこの形、まあ僕ロッカーなんでロックのこと言いますけど、ドラムはこの高さ、この横、うんうんうん、右は右、左は左みたいな、うん、デュエルは低くか高くか分からんけど、うん、決まってると思うんですね。なんかコンテストとかその大会祭りとかに出ると絶対高さを一緒に合わせるって形なんですけど、そういうのは僕好きじゃないので、自分はもう自分の好きな高さなり強さなり角度なりしてもらった方がいいので、その自分が好きなようにで、その音に合わせてその向きとか力強さとかを変えてくれれば僕はいいと思うので、ポップなりブレイクなり他の人と自分の部活の人と一緒じゃないようなことをしてくれれば僕はそういうのが評価しようかなと思って、うんうんうん、だからよりあれよね、全体で踊って仲間とやってる時よりも個性っていう言葉でちょっと一括りすぎるけど、そうそう、でもそういうことやな、うん、うん、いやめっちゃ大事やと思う。映像やし一人で撮るからこそやっぱり多分好きなようにできるからさ、うんうん、そういうのが評価したいなと。間違いない。じゃあ山、今日のポイント教えてください。なんかありきたりかもしれないんですけど、どんだけ全力でやってるかがポイントです。僕の中ではなんかこう一人でやってる、うん、で映像にするでそれを送るってなると、どっかでやっぱだらけみたいなのが多分僕は出てくるとは思うんですよ。で映像で一人で撮ってるから、うん、で一人でそれをカメラを設置して撮るってなってくると、やっぱどっかでなんかこう甘えというかだらけ、あこれぐらいでいいかなっていう、そういうのが出てくると思うんで、僕はそれはちょっと厳しく見たい。一人でどんだけ全力でできるかっていうのを、うん、でそれを映像に残してそれを万全な状態で 100% の状態で僕らに送ってきてくれるっていうのはどれだけ大切かっていうのはあるんで、そこをですね、全力でどれだけできるか、できているかですね。はい、ではいいね。なんかあれよな、その全力っていうのもさ、別にあれやろ、暴れ回っとるとかじゃなくて、めっちゃ集中してガンってやっててもいいけど、そう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 ってことやんな。そう、なんか緩急とかそういうなんか緩さっていうか、その踊りでジャズとかなんかまあそういうポップでも緩いのがあるから、そういう表現はいいと思うんですけど、でもそれ緩さなりのなんかその全力というか、なんかそういうのが多分あると思うんで、なんか絶対映像に残して見ると、絶対だらけっていうのも絶対もうはっきり多分分かってくると思うんで、なんかそこはもう見えないように自分で努力して映像にして僕らに送ってきてもらえると嬉しいですね。はい、そうやな。はい、ありがとうございます。他にじゃあ今回の動画で何か伝えておかなきゃいけないこととかありますか？あ、まあ、とりあえずみんなに注意として絶対お願いしたいのは、今これオンラインバトルって言ってやってるんですけど、結局みんなが集まったらあんま意味ないんで、うん、そこはそうですね、集まらないでください本当に。もう
あの家どうしても家の中で踊れへんけど絶対出たいって思ってくれてるのすごい嬉しいから、それでちょっと外に出て踊ろうかなっていうのはいいんやけど、なんか今その結局集まってやるんやったらじゃあね最終的にイベントできる日を待っちゃいいだけのことやから、じゃなくて今一人でさっき山も久くも言ったけど一人で向き合ってください自分に。だからいい形で使ってくださいこのバトルを。だから自分に向き合ってください真剣に。なんかその自分の踊りってどんなんなんやろって、自分が踊りをプライベートで一人でカメラに向かって全然テンションもモチベーションも上がらん状態でどこまで表現できるかっていうのをやってみてください。はい、ありがとうございます。じゃあまたあのエントリーの方法とか、予選の形式本戦の形式等々は、後ほどまた動画で説明させてもらうので、今回は以上。だからこれよりも前に出てるかちょっと実験列がわからないけど映像に関してはまたこれとは別でっていう形で、別ですね。はい、わかりました。で今回は以上でいいですかね。以上でいい。あれ、あ、うん、うん、そうね、そうね。なんでまあちょっとあのこの大和エスタクと僕に関してはこうエントリーしてくれてる人に対してちょっと関わりがあのその、ね、1回見てどうこうってだけじゃない人も出てくると思うんで、あのそういうのはぜひ期待してください。はい、じゃあまたバトルの際はよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。